ディープライト級タイトルマッチ5分3ラウンド王者北岡悟 VS 挑戦者吉田義行。こちらの選手の腰でしょう。ただいまよりメインイベントディープライト級タイトルマッチ5分3ラウンドを行います。青コーナー春男トップチーム初代ケージホースウェルター級チャンピオン吉田義行。金網の中はこの男のテリトリーか。40歳のチャレンジャー吉田義行。ロータス世田谷初代戦国ライト級チャンピオン第8代ディープライト級現チャンピオン北岡悟。宣言通り一人舞台とするでしょうか。第8代ディープライト級チャンピオン2度目の防衛戦北岡悟。今週はグランド上下での透明の切り込みで解禁されたディープ3ラウンドルームで取り行われます。また5人の着地によるマストシステムで判定が取り行われます。さあ2014年格闘技界これがラストマッチ。今ゴングを聞きました。いきなりいったチャンピオン北岡悟のシングルレッグタックルに行く。今強引に倒していこうというところ金網の際です。さあこの試合は熊久保秀幸さんそして三崎和夫さんの夫人でお届けしてまいります。お二方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。抜かせましたね。いきなり行きましたね、はい、北岡がまずは上になりました。三崎さん、はい、今回チャレンジャーの吉田義行、はい、40歳になったんですね。はい、ですね。40歳での挑戦ですね、はい、どうでしょうファイターとしてまずこう一言、はい、この吉田の姿を見て、はい、感想いただきたいんですが、はい、後ろから見ついてきたバック取った、これ北岡の腕ですね。右足で北岡の右腕を今、十字ですか。いきなりデイジーが動いています。はい、この鉄を当てていったのはチャンピオン北岡です。吉田選手とは、僕が現役時代によく一緒に練習をしてまして、非常にやっぱりその柔道をベースにしてまして、はい、寝技がしつこい、もうただじゃ転ばないっていうね、はい、非常にそのしつこさが吉田選手の、良いところですよね。大会前に見どころで三崎さんにもですね、はい、世界最高峰のレベルの、はい、このグラウンドの攻防、寝技の攻防が見られるというお話いただきました。北岡も素晴らしい選手ですね。そうですね、北岡選手もどこの角度からでも、決める一発の強さがありますから、もうこの両者はもう間違いなく世界トップクラスの寝技師ですから、どちらが勝ってもどちらが決めてもおかしくないと思います。はい、さあそうなると熊久保さん、はい、熊久保さんの目からご覧に勝負のポイントは、そうですね、やっぱりテイクダウンからどっちが上が取るかと思ったんですけども、まあ、上を取ってもそんなに順位させてないですね吉田選手は、はい、先ほどの 下からも肘打ちましたし、はい、まあ、下になることは十分想定してたって感じがしますね吉田選手。なるほど、はい、なるほど、そうですね。ここは離れ際一発蹴りを放っていきました北岡。やっぱり北岡選手のやっぱフロントチョークですよね、うん、この一発の強さがあるんで、はい、そのフロントチョークをプレッシャーにしながらこの技をかけていくっていうのができますよね。ただですね熊谷さん、一つこうデータだけを羅列していくと、まず北岡悟大晦日現在3連敗中、ね、一度も勝てたことがありません、はい、そしてこのケージで金網の中での試合が、はい、これが2度なんですね。そうですね、ケージの試合はもう吉田選手の方が圧倒的にキャリアがありますよね、はい、どうですか、まあ、一応北岡選手に聞くところによるとやはりそのケージを想定した練習というのもずっと前から毎日繰り返しやってきた
から関係ないと言ってましたよね。はい、まあ、プラスやっぱりその大晦日やっぱ勝ってないというのは本人はやっぱ相当気にしているとは思いますけどね。はい、ちなみに美咲さんは現役時代そういったジンクスとか苦手なものっていうのはあったんですか？僕はもう全てをプラスに考えるようにしてましたので、はい、あまりマイナスなことは考えませんでしたね。あ、なるほど。全てもう自分の勝ちに、直結するように考えてましたね。あ、まさしとも右の蹴り放っていった。さあ捕まえに行くんですが、吉田もただではこれ逆に首を抱える形になったか。そうですね、一本腕で支えて、で完全に倒されずにして、でも持ちこたえましたね。座るようにしましたね。今しっかりセコンドの声にも耳を傾けておりました。また美咲さん、これケージでの戦いが慣れているか慣れていないか、はい、このあたりの部分どうでしょう？北岡選手はどちらかというとリングよりもケージの方が得意な選手だと思うんですよね。というのはやはり彼はその押し込んで相手をコントロールでグラウンドに持ち込んで、でまた立ち上がって、はい、そこをフロントチョークで狙うと。もう以前の試合もそうでしたが、まあ、ダブルレッグでレッグダウンを奪ってそこから立ち上がってくる相手にフロントチョークを仕掛けて、やっぱりこの削って削って、はい、やっぱり彼が一番得意とするパターンだと思うんですね。いや、ただその首を逆に吉田が取っていく。こう立ち上がってきます。北岡の一瞬自ら首を取られた瞬間腰を上げていきました。現在チャレンジャーの吉田義行は6連勝中です。おっと、自ら回転させた。いい反応ですね。こういう力もあるんですね。その選手は、ね、常に首にプレッシャーかけてますよね。これただ戦略として首に首に振っておいて最後違うところっていうパターンというのは十分ありますね。はい、十分ありますし、プラスかけつつですね、やっぱりその相手がどう動くかっていうのを見てるんじゃないですかね。はい、あ、この蹴りです。そして今度はパンチ、これ再びタックルに対応してますね。はい、今のはね、首を取っておいてで一回離して相手が立ち上がるところを次は顔面開けますけど、全然その後すぐダブルタックルダブル感じですね。はい、はい、それでも一応出してますね。はい、ラウンド2、5分3ラウンドの2ラウンド目、右のハイキック。でもおそらく1ラウンドは中高年のラウンドだったんですね。なるほど、はい、はい、はい、2ラウンドは意外と北川選手成功法ではね、大変からタックルって来そうな気がしますね。はい、さあそのあたり、まずはゴングと同時にその攻撃流れでした。はい、タックルに入る、まあ、多分相当テクダムには自信持ったでしょうね、北川選手。はい、あれだけ成功してますからね。そうですね。はい、逆に美咲さん、これ吉田としてはまた先に寝かされる。そうですね、状況を立ちたいですよね。ただここ北岡選手上手いですね。あ、サイドに全てこれ足は、あ、まだ抜けてないですね。まだ左の足が抜けていない状況。このケージとマットのちょうど隙間をうまく利用してますね。まあ、このデッドスペースという、一番動きづらいポジションに引っ込んでますよね。すぐに右の足はガードの中から抜けている状況です。いわゆるハーフガード、下のハーフガードという状況。下から首を抱えます。切り替えていく、探っていく、そこから立ち上がろうというところ。立ちたいんですが、もうこの体勢になると北岡選手がダブルレッグしっかりとキャッチしてますね。これ金網の中での戦い方というのは吉田の方に一日の長があるかと思われたんですが、ここまでは十分に北岡も対応しております。立ってくるか吉田。いや、ダブルレッグしっかり掴んでいます。立たせないですね。北岡はこれを決め打ちしていくか。一覧と同じ攻防ですね。そうですね。吉田選手が、ね、先ほど後ろに投げるようにして回転していきましたけど、はい、はい、ただ北岡が今まで勝てなかったこのパターンを考えると、はい、しっかりテイクダウンしきれずに体力を消耗して、ね、最後やられてしまうという傾向はありますよね。そうですね。僕今日はもうテイクダウン全部うまくいってますし、はい、あ、またこっちは行きますね。はい、首に腕をかけます。
このプレッシャーだとかこれ話した時また北岡さんに何か仕掛けるんじゃないですかね、はいはい、今日は北岡の離れ際特に目が離せません。逆にさあ、北岡さんこの体勢ですね、得意なパターンに持ってきましたね。北岡はそこから脱出したいですね、はい、突き放したいところですね。さあ腕を両方差しました。どうするコントロールするか、どう倒していくのか崩していくのか。これ自ら守備持ちをつくようにしています。そうですね、バックを倒したんですよね、バックポジションですね、はい、直ると北岡が上になりますが、さあ立ってきた、変えましたね、首をキャッチするポジションとダブルレッグですね、ここをうまく北岡選手使い分けてますね。吉田としてはそのいわゆる北岡の肩を崩さなければいけません。ただ実は熊久保さん、はい、今回の試合ですね、最初から吉田の対戦が決まっていたわけではなくて、はい、これいろんな偶然が重なったんですよ ね、 そうですね、はい、ただね、あの北川選手ね、あの最強のチャレンジャーというのは吉田選手よく名前がありますからね、うん、というかこの戦いが実現したこと自体がすごいことだと思います、ね、そうなんですよね、はい、まあ、実はもともと吉田10月別のプロモーションでタイトルマッチを行う予定だったんですが、はい、なんと対戦相手軽量オーバーで試合がなくなってしまったそうですね。で向こうからあの契約解除というですね、はい、まあ、それが1点ですね、今回このタイトルマッチに巡りついた、まあ、巡りたどり着いたという、はい、分かりました。そういう意味でもね、その海外でその自分は活躍するんだっていう、ね、道を選んできたわけですけど、ここでね、その北岡選手と少し負けるようなことがあればね、はい、その海外にも行かれますからね。そうですね、はい、残り時間30秒です、第2ラウンド。これは吉田が逆にすごくいくか、このフロントチョコですね。そうなんですね、ただ北岡が首にずっとプレッシャーをかけたままです。ここはまだテイクダウンしたくないですね。残り10秒です、第2ラウンド。お互いこのまま動かないか。いや、北岡が左腕サポートしておりますが、ここで第2ラウンド終了です。いや、ここまでは完全に北岡選手ペースですね。そうですね、はい、あの吉田選手がね、あのやったことといえば北岡選手選手の返しだけですからね、はい、はい、このパターンだとあいつの同じ感じしますね。やっぱりフロントチョークを、はい、プレッシャー使ってという形ですね。さあ、この選手はどう打開できるかってね。2014年格闘技界の最後の5分間が始まりました。ディープライト級タイトルマッチ、チャンピオン北岡太郎さん、打撃でいった。しかし北岡捕まえる、北岡捕まえる。伊崎さん、この体勢ですよね、はい、何とかしたいですね、ここ一回しっかり切りたいですね、北岡選手しつこいですから、きっちり一度切ってから仕切り直したいですね、うん、熊熊さんどうでしょう、ずっと北岡攻めてますけども、はい、スタミナという点では十分はまだありそうですね、はい、あれ恐らくやっぱ自分のペースで完全に自分のペースで戦っているので、うん、はい、そのノリもありますしね、はい、あとなるほど、はい、やっぱり相手の方がやっぱり苦しいですよね。相手のペースで詰まってしまうわけですから。そう。ペトロペトロペトロ。よし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 。腹切れ。この体勢でまずはワンテイクダウン吉田。いけるかどうか。上手フィジカルも強い選手。引っ込んでいくか、どうだ。ついた。テイクダウン。どうだ。かぶせていく。まだつけてないですね。はい、そして左の足を間に入れ込んでいます。さあ、武崎さん、はい、どうでしたね、ここからちょっと攻めに徹したいですね。ただ北岡選手下からもいろいろ仕掛け持ってますからね、はい、そう簡単には攻めさせてもらえないと思いますが、フロントチョーク来ましたね。ここで首を抱える、どうか。吉田はこれ状況いかがですか、三崎さんどうですか。そうですね、しっかりキャッチされてますね。まだ表情見る限り大丈夫そうですね。
チャンスを捉えていきました。すごい組み手だ。集中しろ、集中しろ。でも下手に動くと決められそうですね。そうなんですよね。ただそうすると熊久保さん時間だけが過ぎてきますよね。すごい集中しろ、集中。すごい大事なことだ。はい、はい。さあどうする、ここのポイントで次なんとかイニシアチブを握りたい吉田。次の展開行くとしようから、右のパンド、強いパンド、もう一つ、もう一つかぶせるように打ってきます。さらに逆に首に腕を回した吉田。北川選手の判断が早かったですね。早かったですね。ちょっと三崎さん、はい、これ吉田が返されたかと今一瞬表情見せました。う、ね、もうチョークだけ先行してしまって足を刺したかったですね、はい、そのちょっと悔しさが、うん、表情に出ましたね、はい、とは言ってももう時間がありませんからね。そうなんですよね。ここはもう一度仕切り直したいですね。上下考える考える、あ、ここでブレイクかかりました。ここでブレイク、スタンドに戻る。さあどうだ、ちょっと吉田表情がですね、スタミナ苦しそうな顔を見せてるんですが、シングルレッグ入ってきた。ここでテイクダウン取られると非常に厳しい。ただ北岡も必死のタックル。そうですね、本当執念のタックルですよね。しつこいですね、これね。そして再び金網、この際になります。この状況本当に何もさせてもらえないですね、吉選手本当に、はい、さあ残り60秒です。残り60秒、田中選手本当完璧なまでの試合のことですね。これ吉田に残された時間、ブレイクになりましたね、まあ、ブレイクですね。タックルして潰すか、吉田どうだ、なるほど、ジャオが自ら寝たか、いや、足を取りに行く、足が取った、足が取りに行く、離れた、残り30秒、蹴りがあった、顔面に蹴りがあった。さあ吉田、40歳のチャレンジャー、大晦日か、輝きでいくしかないですね。この日本、埼玉スーパーアリーナ金網の中、新たな勲章を手に入れたい。しかし絶対に渡したくないチャンピオン。残り10秒、残り10秒、足を持った、足を持った、動けないか吉田、動けないか、ここでゴング。勝利確定。赤北岡、ジャッジ小平、赤北岡、ジャッジ島田、赤北岡、よって判定5対1。北岡悟が初めて大晦日両手を突き上げました。これで王座防衛、2度目の王座防衛ということになりました。そして4度目の大晦日まで初めて勝ちましたね。まあでもあれですね、あの吉田選手を相手にあの戦い方をですね、この3ラウンド続けるってやっぱすごいことですよ。テクニックだと思いますよ、ね、はい、テクニックと、まあ、精神力、はい、はい、ですね、あの集中を切らせませんでしたね、はい、そうですね、はい、さあそのチャンピオンの腰にベルトが戻ります。三崎さん、はい、そちらの感想を聞かせてください。北岡選手、完勝しましたね。これは完勝と言っていいですね。そうですね、はい、あの自分の肩を一切崩してしまってでしたね。あのやるべきことを最後まで集中を切らさず、もうやりきった試合でしたね。逆に吉田さんのいいところを全然出せずに終わってしまいましたので、もうこれはもう北岡選手が吉田さんのいい部分を封じ込めたというような試合でしょうか。はい、皆さんの愛で、格闘技形になってまだ残ってます。まあ別に
極端な話を言うと、まあ、お客さんが誰もいなかろうと俺は一生懸命戦いますし、勝つために一生懸命戦いますし、まあなんかまあここまで残ってヤジ飛ばしてくれてるのは本当最高の愛だなと思います。その愛を身にしみてまた来年も2015年も頑張っていこうと思います。ディープもファンクラスも日本の総合格闘技最高です。本日はご来場ありがとうございました。ありがとうございました。